はい、皆さんこんにちは、谷原秀人です。さあ今日はこれは鎌倉カントリークラブですかねにお邪魔してます。さて今から何が始まるでしょう。お楽しみに。はい、これからですね、パターでこの TWX と TWS を打ち比べてみたいと思います。はい、OK です。 OK ですね。はい、でまずは X の方から打っていきたいと思います。もう本当にしっかりとした打球音で、まあ僕好みです。続いてまだ X を打ちたいと思います。本当に夜間はしっかりしてて、きっちりヒットできそうな感じです。続いて S を打ちたいと思います。音が伝わるかは分かりませんが、すごいソフトで、ちょっとフェースにくっつくような感じが、1球目で感じられました。また S を打ちたいと思います。本当に柔らかいですね。どちらかと言ったら本当にもうすごいボールが今日はもう完全に S だと。もう本当に打感がもう全然別々のものになっているので、 X はしっかりとしている。 S は本当にソフト、めちゃくちゃソフトぐらいの感じですよ。昔で言えばちょっとバラータに近いんじゃないかなっていうぐらい、本当にはっきりこれは下がってます。続いてまた X を打ってみたいと思います。そうですね、 S の方がどちらかといったらこうくっついて弾いてくれると思うんで、本当にグリーン上でなかなかカップまで届かない人とかはものすごい最後の一転がりで届いてくれるような、僕のイメージですけど、そういう感想を持ちました。はい、お願いします。谷原秀人です。この度 TWX、TWS、2種類出ます。で僕が使うのはこの X なんですけど、本当にもう打感もしっかりしてて、距離もスピンもパターンもですね、本当にイメージ通り、飛んでくれるので、本当に僕は最高の評価をしてます。またこの S ですね、 S はですね、本当に打感がすごいソフトでですね、僕のイメージですけどヘッドスピード40以下の人にものすごい合うんじゃないかなと思っております。特に女性の方ですね、ちょっとボールが球が上がりづらいとかですね、ちょっと浮いてキャリーで球を飛ばしたい方はぜひ S を試してみてください。ぜひ一度お試しください。また値段も1ダース3800円となっております。すごいコスパもいいので、ぜひ一度試してみてください。よろしくお願いします。この位置とかね、よく言われるんだよね。だいたいね、もうちょっと上とか、もうちょっと下とか、大丈夫ですよ。ちょっと出した方がいいかな。
そうそうそう。ね、光加減もあるじゃないですか。こんな。一枚まし、一枚写真ください。はい。OK です。こんにちはとかいるんですか。谷原プロさん、もういいですよ、左で、うん、谷原秀人です。今日はですね、この PR20 新しいアイアンですね、ブレードアイアンですを試打していきたいと思います。 OK です。ごめんなさい、ボールの F か M だけください。これじゃダメです、こっちの方が。あ、大丈夫ですよ、そこは見えないんで。何打ちますだけもらえれば。S、今から S。あ、ちょっと待って。S。ド S。ド S で。はい、行きます。はい、S を打ちます。土足でもかな。しっかり打ったバージョンとちょっと軽く打ったバージョンでどう変わるかっていうのをやってみたいと思います。うん、そうですね、まあいつもの、まあ球が高くてもそのどんどん風に負けずに飛んでってる感じなので、そうですね、まあヘッドスピードがこれだと今 48.5 で、スピン量も2300で、キャリーが280なので、まあ本当に、まあ、風にも負けずにいい感じで飛んでるんじゃないかなと思います。 B のあれなんで、はい、あのさっきコメントでこれから谷原です打ちますって言ったんで、はい、じゃあ早速今回この残りのここ何ヤードぐらい、まあ、でもいいんじゃないですか。7番アイアンでちょっと打ってみますって言って、で打った感想、はい、まあ、トラックマンのデータ見ながらでもいいんで、はいはい、でもボールもっすよね。ボールはもうここアイアンをなしにする、ドライバーとアプローチとパターだけにします。これはもうアイアンオンリーだけにします。じゃあ紹介しなくていいですか、特にボールは、うん、はい、このカメラ、はい、それではこれからですね、TR20B マッスルバックをですね、打っていきたいと思います。だいたいそうですね、まあ170ぐらいを目安に、打っていきたいと思います。もう打球音がですね、本当にまあしっかりしてて、まあ、打感もいいんですけど、本当にまあ今、まあ、ちょっと画像にはちょっと映るかどうか分かりませんが、本当前のクラブと比べてもその弾道っていうのは本当に難しいっていうイメージあるんですけど、弾道の高さはもう全く変わってません。逆に本当にまあ、操作性っていうのが多分加わってるので、本当に捕まりがすごいです。本当にちょっと右に逃げる球は変わんない気がしますね。やっぱりなんかエプソンが高さが出てる感じ
ほぼ一緒。変わんない。変わんない。なんか S の方がほどけてんじゃないかな。気がします。飛び方的に。ね、飛び方的に。もうちょいあ、奥すぎる。どうぞ。来てますね。今 X 今 X S の方飛ぶかもな。ちょっと次はですね、このボール、まあ、X と S のを、まあ、このちょうど、まあ、80ヤードぐらいですかねを打ち比べてみたいと思います。それでは S から打っていきたいと思います。まあ、打感としてはやはりまあいつも X 使ってるので本当にまあ柔らかいというか、もう本当にもうここの当たった瞬間もこう食いついて出ていくっていうのがですね、本当にちょっと球持ちがいいので、本当にまあヘッドスピードない方とかは特にそれ感じられてコントロールしやすいんじゃないかなとは思います。じゃあ次は X を打っていきたいと思います。まあそうですね、まあしっかりとした打感でですね、まあ最後の最後まで、まあ僕はいつも使ってるので本当にイメージできるというか、最後まで落ち際までスピンコントロールができるようなイメージですね。本当に、まあ、僕の好みは、まあ、X の方が、まあ、ショートゲームも合ってるんじゃないかなと思います。打てんのかなっていう、うん、だから X 打つ時は、うん、S よりもちょっと軽く振らないと、そうですね、もう球がキャリーが2ヤードぐらい前に行っちゃう、こっちの方がしっかり振るんですよ、ね、S の方が、そうですよね、うん、こっちの方がやっぱりふわっと平らなグリーンならね、別にどっちも何でも距離感でいけるけど、でもやっぱさ、総じてヘッドスピードが遅い、なんていうの、こうゆっくり振る人は S の方がいい、総合的にいいかもしれないですね、うん、そうですね、だってアプローチだとそういうことじゃん、なんとなく、はい、多分 X だとちょっとパッコン気味になっちゃう可能性がある、こんなスピン入れられないですからね、多分そうですよね、そうですよね、普通の人は多分こんな開けないから、こうやってフェースまっすぐして今みたいな感じですよね。頑張ってもこうじゃないですか。うん、ちょっとダラダラダラみたいな。うん、今ので S、ね、今の X です。うん、だから S、X だと多分その最後の伸びが出ちゃうんですよ。これ S 行きますね、うん、普通で。ああ、こっちの方がちょっと高い気がする。そうですね。うん、スピード遅いときはちょっと S の方が高いですね。高いですね。プロがさっきみたいに開いてちょっと。ガッて打ってった時は少しやっぱ食いつきが強いんで、だから S の方がいいですよ、アマチュア、うん、絶対 S ですよ、勝手に球上がってくれるんですもん、アプローチで、そう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 、だ上げたいじゃないですか、今のコメントもらっとこう、うん、そうっす、まあ、じゃあ打ってからにしようか、 OK です、 S と X を打っていきたいと思います。まずは S から、うん、柔らかいですね。次は X を打ちたいと思います。うん、まあ同じようなイメージで、
打ってみたんですが、はい、今日はですね、まあ、ボールのテスト、またクラブのテストをやっていきました。本当にいいですね。今日はですね、リアルな感想をですね、僕の中の感想を、まあ、個人の感想なので皆様に当てはまるかどうかは分かりませんが、まあ、僕のこう感じたことをですね、まあ、今日ははっきり、言わせてもらったつもりなのでですね、皆さんもぜひ試してもらえたらいいと思います。今日はどうもご視聴ありがとうございました。ですね、あと今日は一つ本間さんにいただいた帽子を1名様、たった1名様なんですけど、サインを入れてですねプレゼントしたいと思いますので、ヘリコプターが通っております。ちょっとうるさいですが、本当に1名様にちょっと限らせていただきますが、プレゼントしたいと思いますので、また概要欄の方にメッセージ、コメントよろしくお願いいたします。それでは。